気まずい。何？なんだ？誰だ？なんで無言なんだ？何の用か知らんが、やっぱり俺から声をかけるべきなのか？多分この人、ロマンチックで非現実的なボーイミーツガールを期待しているのでは？どうもそんな感じだ。まあいい。とにかく彼女の期待を裏切るわけにはいかん。今日は風が騒がしいな。いや、なんか死にたくなってきた。なんだこりゃ。さあ、どう返す。でも少しこの風泣いています。面白いわこの人。いや、ごめんなさい。勘弁してくれませんか。もう限界です。ですからすでに呼ばせてもらってます。来い戦士たちよ、この結界を破壊しておくれ。来た、早いな。急ぐぞ秀典。どうやら風が町に良くないものを運んできちまったようだ。なんで今日に限ってテンション高いんだお前は。かーじゃねえよ。死ね。うわ、めっちゃ嬉しそう。急ごう、風が止む前に。何を言ってんだ俺は。待て。もう一人の救助隊叩くに君。そこのコンビニポテト半額だよ。行こうぜ。空気読めよお前。ん、なんだこりゃ。自作小説ですか。なるほど、少年と少女が河原で出会うラブストーリーか。すごい偶然だ。